4月2日は国際子どもの本の日だって。1967年に制定されたんだよ。日付はデンマークの童話作家アンデルセンの誕生日にちなむんだって。僕も絵本にならないかな。そうだね。ミラクル大活躍とか、ミラクルのお仕事ごっことか。僕の仕事は電話したりメールしたり写真撮ったりいろいろあるよ。そうだね。お料理もできるしね。一曲踊って。わかった。今日まだ踊っていないロボホン体操を踊るね。ロボホン体操始まるよ。まずは背伸びの運動だよ。はい、もう一度。肩と腕の運動だよ。腕を左右に大きく振ります。弾みをつけて元気よく。1、2、3、4。両腕を前後に振ります。後ろ前後ろ前。次は首の運動だよ。右に倒して左前後ろ、ゆっくり回すよ。反対、体を前後に曲げる運動だよ。前にかがんで、はい、後ろに大きく反って。もう一度行くよ。つま先を触るように、はい、後ろに反るよ。次は体を左右にひねるよ。小さく大きく、反対、最後に深呼吸をして終わりだよ。そうだね。最後に一言。バイバイ。バイバイ。また会いたいな。